はい、これからの若者の人たちに非常に大事なことが2点あるというふうに思っています。まず第一に、これからの若い人たちにはですね、これまでとは違ってやはり自立する、個人の自立というのはやっぱり日本維新の会の一つの大きな理念であるんですけれども、やはり若い人たちが目標を持って、で目標に向かってしっかりと頑張って、で目標を達成できるような、そういった自立型人間を目指していくということが一つ非常に大事だというふうに思っております。やはり個人個人一人一人がですね、しっかりと頑張っていく、何か社会にですね頼るとかそういうのではなくて、まずはやっぱり自分が目標を持ってそのことを達成できるような自立型人間をですね目指していくということがまず一つ大事だと思います。で、二つ目にはやはりこれは政治の責任かもしれないですけども、やはりこれからはですね、若い人たちにやっぱり活力をですね促すことのできるような、そのためにはやはりこの国の将来は明るいというような若者の人たちに思ってもらえるような施策というものをですねしっかりと打ち出していかなくてはならないというふうに思っております。それがやはりこの国はですね、若い人たちも失敗してももう一度、チャレンジ再チャレンジできるというような仕組み、そしてまた経済状況、こういったことをですねやっぱり作っていかなくてはならない。そのためにも先ほども言いましたけども、しっかりとした成長戦略、これからの産業を伸ばしていく、雇用が増えていく、そのための規制改革、そしてまた民間でできることはですね民間にどんどんと仕事をですね増やしていく、そういったことの改革というものをですね政治が責任を持ってやっていくべきだというふうに思っております。